はいどうもアイランドです。声ちっちゃない。何黄色の虫めっちゃ飛んでる。どこ。ちょ目の前めっちゃ捕まえてください。はいということでね。はいということで、はい、本日三宮に来ております。はい、で何をするかと言いますとですね。はい、路上ライブします。路上ライブ。路上ライブな。それってちょっとあの待って、はい、ちょ企画名をちょっとしっかり言っていこう。わかりました。じゃあちょっと僕企画名言っていいですか。ちょっと分かった。今日は何ですか。本日の企画、真夏やのにこたつ入って一番汗だくなった人が塩にして誰が何グラム塩作れるか検証してみたー。いやいやお前さ全くちゃうやん。で歌ってみた。そこ入れてもセーフちゃうから全然ちゃうから。いや今日は何ですか。はい本日はショートとチョイスのビートが路上ライブしてみたー。プリンみたい。死ぬわ。何か出すかな思った。何か出すかな思ったら、あ、でーへんでプリン出てきた。プリンみたい。はい、はい、ということで僕と先日チョイスメンバーのコラボしたビート君が路上ライブをします。はい、三宮のセンター街前でね。うんうんうん。これなんでビート君やねんっていうところをちょっと伝えてください。はい、俺説明させて。はい、なんでこれビートか。あーいでビあーあーいた。今思っかひねったけど。すいません、遅れました。はい、あの、はい、ビートです。すみません、今日頑張ります。色出していきたいと思います。願い事を叶えてくれるというわけですね。そういうこと、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 そういうこと。さすがアイランドチャンネル。もう出してる。めっちゃ褒めてくれた。いやでもちょっとさ、やっぱ緊張してる。どう。いや僕はまだ全然、まだです。うんうん、あ、してない全然。まだ大丈夫だけど。あ、そうなんや。いや、俺的にはさ、やっぱ緊張するやろなって思うよ。俺は緊張する。俺が緊張してるもん、逆に。あ、だから全然もう緊張してないんで。路上でカラオケみたいな感じやろ。そう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 。まあ、ヒート君に関しても普段からお店で歌ってるし。うんうん。歌って歌って言われること多いし。うん。あ、やっぱ本意。顔。顔。あ、ごめん。めっちゃビンタ欲しそうだった。オッケー、わかった。ほんなら、ちょっと早速ライブ準備していきます。シャイ！言うんですけど、はい、僕ら、はい、僕はバーの店長をやらせてもらってます。はい、翔太くんは、はい、アイランドチャンネルの翔太と申します。はい、今日は僕らのチャレンジなので、別に上手い下手くそとかじゃなくて、僕らの頑張りをちょっと見てほしいなと。はい、そうですね。はい、ちょっと立ち止まって見ていただけるまで、ちょっと歌始まらないので、よかったら立ち止まってください。茶番かもしれないですけど、楽しみたいと思いますので。緊張してますか？全然ですよ。めっちゃ怒るやん。
めてちょっと改めてね、改めてアイランドチャンネルという YouTube をやっております。アイランドの翔太です。三宮でバー、チョイスっていうバーやってます。実はこの夢も僕は叶えてもらってます。アイランドチャンネルに、アイランドチャンネルにこの夢を今日は叶えてもらってます。僕が路上ライブしたいって言ったらアイランドチャンネルは路上ライブを叶えてくれました。はい、ありがとうございます。どうですか。なんか人増えてきましたね。嬉しいですね。ラッシュ時なんかな。ラッシュ。ラッシュで。もうでもほとんど知ってる方ですけど。知ってる方で。はい。なんかリクエストありますか、歌の。あ、いいですね。エグザイル道いただきました。エグザイル道。はい、エグザイル道。それぞれの道があると思います。その中でも僕はこういう道、君はそういう道、そんな道を歩んでいきたいという意味で歌わせてもらいます。 EXILE で道。思い出が時間を止めた今日の日を忘れるなと、見慣れた景色終了しようかなと思います。よかったら YouTube 見てください。最後に聞いてください。また歌います。はい、ということで、路上ライブ、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。よかったよかった、めっちゃ面白かった。いや、よかった。いや、ちょっとさ、路上ライブについて話したいんだけど、まず、あ、こちゃん、僕の娘のこちゃんです。よろしくお願いします。読みに来てくれました。
はい、ということでちょっと路上ライブしていて、はい、いっぱい来てくれたな。めっちゃ来た。いや、ほんでいろいろ差し入れもしてくれて、うん、ありがたいな。ありがたいです。ライブしてみてどうやった？やっぱりでも直前ってなったらちょっとだけ俺は緊張あったから。あ、緊張あったけど、でも歌ったら気持ちよかった。気持ちよかったよ。でもいろんななんか知ってる人とか来てくれたり、うん、なんかこうちょっとふとしたタイミングで止まってくれたりとかね。ちょっと路上ライブしてる人おったら立ち止まろうとか。あ、確かにそれは思っためっちゃ。とこれシリーズ化にして、はい、みんなにいい歌届けるかな、ね、と思います、はい、ということで、この動画いいと思った人はいいね、チャンネル登録、コメントもお願いね。それでは今日も一日元気ポーズ。ありがとうございました。じゃあねー。